スクールヤカとは芸能事務所プロダクション人力者が1992年に開校したタレントの養成所である。東京発のお笑い専門学校でヤカは人力者キメラ、アッシュ &D コーポレーションの頭文字から取っている。毎年約100名ほどが入学して卒業検定で約10組に絞られ、そこから残るのは2、3組ほどである。 芸能養成所の授業料としては破格の60万円を納めなければ所属ルートに乗れない上、正式所属する際にまた20万円かかる。正式に人力車所属の芸人になれなくても、ダ男離、坂野や三四郎などを筆頭に、他事務所で活躍する芸人も多い。様々なジャンルの人物を講師に迎えいろいろな視点から講義をしてもらうことで生徒に自分がどんな、 人間なのかキャラクターを明確に把握させることに重点を置いており、また人力車所属の芸人が講師として授業に現れることもある。ただし、吉本総合芸能学院など他のお笑い系、養成所に比べると格段に授業内容が緩いらしく、ラバーガールによれば、吉本は週6日授業なのに、人力車は週3日授業で延々ハンカチを年だけをやって終わったり、 ルールはよくわからないけどカバディやってみようという日もあったという。毎年ごとに優秀な生徒数組を下部組織であるヤカプロモーションの所属として残し、さらに将来性のあるグループを正式に昇格させるという方針をこれまで取っていたが、2017年頃より公式サイト内で設けられていた夜カプロモーション所属芸人のプロフィール欄が廃止され、 所属が決定した卒業生も人力車所属芸人のプロフィール欄に掲載されるようになった。また同様に毎年数回のオーディションを定期的に行っており、近年では卒業生を招いたオープンキャンパスを開催している。2017年度には小島和也、柴田秀次、鈴木拓、2019年度には飯塚里氏による特別体験授業が行われた。 人力車系列の制作会社、人力車から独立、芸能プロ最新勢力図芸能界を制するのは、誰だ日経エンタテインメント。第11巻第9号、日経 BP 社。2007年5月、ピアニッシモ、41。原石出演時の副社長の発言、映画音楽テレビの裏側バラエティの疑問、日経エンタテインメント。第十一巻第十七号、日経 BP 社 2007年11月、ピアニッシモ53。東京スポーツ2009年9月15日付14面、担当記者の壺芸人、あんた柴田、小島、鈴木拓が、スクールやかで特別体験授業、とにかく初めてご覧。ツイッター、2019年2月18日へ閲覧。東京03飯塚、スクールやかのオープンキャンパスで特別授業。お笑いなったり。 2021年2月10日閲覧、ありがとうございます。